はい、おはようございます、えー、今日で188ですね今日は10月のえー、っと、何時だ10日かあ、今日10月の10日ですねなんかいろんな昔で言う体育の日ですね10月の10日で188とということですはい10日ね ここに重点こっち前かってはい花束です始めたいと思いますよろしくお願いします頑張りますお願いします、うん、で店主がいます店主おはようございます、うん、はいまずはこちらですねダルマスレッドフェアが来週ですね来週16日からスタートですねもう1週間切りましたね来週の水曜日16日水曜からスタートです。 日向店からで、日向店が16日から29ですね。10月中が日向店。で、11月の1日、11月に入って、最終日20日まで。この期間内の各店舗の営業日が、がって、営業日ですね。営業日になってます。毎日っていうことじゃないですね。営業日等はインスタグラムをご確認ください。よろしくお願いします。えー、っと、 ちょっと動画まだ出してないんですけど撮ったんですよね糸のやつのね動画ねあのー、これね種類カード巻きのやつを撮ってまた出してないんですけどまた出します近いうちにねもう今週末とかどっかその辺りで予定してますえっ、ー、とあとはこれですねおすすめ記事ですねムミムミザ型夢で会いましょう、ね、夢で会いましょうですね麺朝シーチング麺80 5朝15ですね15%ね川鳥り加夢であいましょう書いてますねここねはい夢であいましょうこちらもよろしくお願いします寒くなってきていいね生地選びもちょっと変わって厚手のものを選ぶ夏っぽいからねまた何か一緒に選んでもらいましょうかね熱っ、はいね、ちょっと ここ数日急にやっぱ来ましたね寒さあ朝ですけどね昼間は暑いんですけど朝がね寒いですよねだるまの生地にしようかなだる、ま、だるまの生地、パブリックしたかももれないけど、もう一回、うん、だるまパブリックフェアだるまスレッドフェアに合わせてだるまパブリックもあるのはありますかじゃあ持ってきてください、はい、ねお願いします あとはもう刺しますね刺しますでえっ、ー、とコメントいただいてるんですよコメント多いね久しぶりなんでコメントを紹介しながらいきますまずは豚子さんからねえっ、ー、と刺し子ちゃん店主さんこんにちは5日前ですねこんにちはこんにちは,にちはねえっ、ー、と3週間ぶりに花束を刺しましたとおいいですね なので、3週間前の動画を見ながら刺して、前回の動画でくぐりが終わりましたって、終わった。早い。<laughs> 早かったね。あとは、外枠ですが、刺し子ちゃんが外枠を刺し始めたら刺そうと思いますあ,ありがとうございます。もう足並みをね、揃えていただいて。ね、いい,い,いペースでしょ <laughs> <laughs> あの、いいペースでしょっていうのも、あれですけど、こう、他ののを刺しながら、あ、始まったかって思ってね、 腰をあの上げてというかまあ切り替えて差し子自体を差している差し子をちょっと休んで花束をたまに差すのもいいでしょいいように言ってますけど <laughs> ねまた外枠始まったらお願いしますね外枠ねでその差し子をしない3週間何をしていたかというとあ書いてますね編み物を始めてしまってと編み物そう、ま、対策を作ってたよあそう たこさんうんセーターとか。多少作ってたもう出来上がってんのあっそうなんだ。ほら。ほらって。おおおおすごい。紫のやつとこのボーダーの。いいねこのボーダーのやついいね。ハンサムボーダーセーター。ハンサム。ハンサムじなんかそういう名前の糸とかじゃなくて。う単に見ました今。たこさんね。編み物を始めてしまって。 ななさんと一緒に編み物してましたと。ああ、奈さんは、ありましたよね。あの、奈さんってあのななさんですよね。編み物してましたけど、なさんも。編み物がすごい。編み物がすごい。編み物もじゃないの編み物もすごい。編み物ださん。ほほ <laughs> カレーは飲み物みたいな言い方しますけど。ななさんは編み物。あそうですか。あ本当ね。 ナナさん編み物だそうですよいや私はサし子って思ってたらどうしますナナ <laughs> さんがねまあナナさんは編み物部屋となんか変えましたよねナナさんね編み物と部屋と編み物と時々サし子みたいなのが変わり変わりましたねあ、時々マイホームか <laughs> がマイホームがなくて変わりましたよね。うん、ね のななさんのことだと思うんですけど一緒に編み物してましたとっこ笑いこれがまた楽しいんですよね多まねこれがまたですよ <laughs> <laughs> これがまたですよねもうね楽しんだなですよねでなさんがさしこちゃんの動画を見たクエスチョンと言ったのを聞いてやばもう花束外枠刺してるかもと急いで刺したらセーフでしたそう大体セーフ大体セーフですよ <laughs> 大体セーフです、ね、そう簡単に追い越すことはないですね。期待をぐらすい。も,もともとするんじゃないできないよね <laughs> だからできないよねって <laughs> するんじゃないでいいんじゃないのうん。先週、できないことはないよし。しないだけでね。誰でも自由ですよ。みんなできますよ。編み物僕だって。 <laughs> 僕だってって言いますけどねし子ちゃん編み物編み物ちゃんみたいなことやろうと思う <laughs> <laughs> 編み物ちゃんっていうのをやろうと思えばね手いっぱいですから、ね、いやいややめしませんけど、ね、今,今いるんじゃないですかそういう編み物ちゃんちゃん的な人は <laughs> 今だったらね名前を使えるんじゃないまだいなければねは始めてくださいよだ誰か編み物ちゃん的な人がねこれからって人は。 <ん>あすごいもうすごいだけだと伝わんないから先生喋ゃる時はちゃんと喋ゃべる7月から編み物始めてううう今10月3個4891010 <laughs> 月入ったよね入ったからまあ、まあ、3か月はたってその2つ編んでるとすごいねすごい,すごいじゃん、えー、すごいもうねやっぱ書きますよねこれがまた楽しいんですよねってやっぱ書,く<ー>書きますよね で,でどこまで読みましたかねあ、セーフでしたですね。で、そうそう、コメントが反映されないのは、ああ、コメントが反映されない方がいてね、いてね、ラブ、サシコ、ライフさんだったですよね。過去に私もありましたと、ああ、ありましたかね。ちょっともう、覚えてないけど、何の言葉がダメだったのかは分かりませんが、ん YouTube 厳しいですね。うんまあその 書いてる文章が NG っていう可能性もあるしなんかもう単純にシステムのエラーかもしれないしあたまにあるんですよねでスマホの端末を変えたらコメントが反映されるようになりましたとそういうこともあるんだスマホの端末まあ例えばスマホから投稿じゃなくてパソコンから書くとか端末変えたら OK っていうまあだから原因が分かんないんですよねこれだから 明らかにこう使っちゃいけない言葉とかを書くとも弾かれると思うんですけどでもそんなにこうどうでしょうね使っちゃいけない言葉をコメントでね書く感じじゃないですよね皆さんね、うん、まあでも分かんない何か何かがっていうことで弾かれることもあるとね端末変えたら反映されるようになりましたって書いてます長文ごめんなさいああいうとでもないですありがとうございますね刺し子と 編み物ねね行,行しててやっまますす、ね、ありがとうございますでまず豚子さんから頂い,いてえっとね次がね3つあるんですけどねこれ初めてのコメントの方がね結構昔の動画に矢羽根さんのね動画矢羽根の08ってやつと1、まあ、個ずついきますか矢羽根0の8回目のやつに頂い,いてて熊野はちょっと確認しますね YouTube のアカウント名で今読みますけどくまノアさんくまノアさんですねあ、うん、ってますねくまさんから頂きましたこれアカウントにもくまノアって書いてるから熊野さん分かりやすいですねえっ、ー、と古い動画に失礼しますとさしこ初心者ほら初心者ですとさしこちゃんまだ少ししか拝見してませんが勝手に東北の方かと想像してましたねしゃ喋り方が 方言,方言が似てるあっほんとあ私もなこれなまるってしかななまってますがさしこちゃんのなまりがこれなまるっていい時代ね難しいね「ご、うんべんにか、うん、変化のか」なまりなまりがとても心地いいので「うん、おあいいじゃないですかさ、えー、しこしながら見て聞いていますと」とありがとうございます、ね。とても心地いいって言われると名前 言っててもいいですね <laughs> 悪,い悪い気はしないというかね <laughs> 心地いいと言われればねもう気分の問題でしょうけどなまってて嬉しくない心地いいって言われたらさ、ね、こ声,声が心地いいって言われたらそう嬉しいありがとう <laughs>、うん、ねありがとうございます初心者なんですね。でこれ矢根の最初から見てくれてるのかな矢羽根の08の動画に。 コメントいいただいてますですよ、うん、で次がこの,矢の「矢羽根の01」矢羽根から見てんのかなわかんないけど <laughs>、ね、これまた熊野愛さんが「幸、え、子、ー、ちゃんみんなどうしてるのかな」とつぶやいてましたがこれ多分動画内の話なんでね僕はもう,もう忘れてますね。<laughs> みん何の話でみんなどうしてるのかなって書いてますけども言った本人ももう覚えてないですね。 基本的私もさしこちゃんみたいに手アイロン。ああ、なんか、手アイロンってことはなんか、みんなとやってんのかなってわかんない。<laughs> なんかこう、生地をこう、ね、あのさしこ、さらしをこう、なんか、なんかわかんないけど、そういう話したんだろうね。う基本的に私もさしこちゃんみたいに手アイロンしながら、なでて、なんとかしてますと。 ヤバネだからこう斜めにこう引っ張られてるからそういう、でもヤバネ01だからな。<laughs> まだ始まってもないね。あ周りのなんかかな。始まってもないね。ヤバネ、ヤバ01の動画だからね。ちょっといろいろ考えるとちょっと想像が、僕の想像間違ってますね。全てね。撫でて何とかしてますと。ね。ありがとうございます。これまたこの熊野さんは、 言っとこうかな一応このコメントに返信もするんだけどこの動画内で紹介するのはほらもう最新の動画に返信返信っていうかコメントするからさ言葉で返すからさこれどっかに書いときましょうかねちょっとこのシステムがでわかるかな見ててくれたらねえー、っとありがとうございますであともう一個最後がねこれはね「分動つなぎ09」これもまた昔も一番最初だよね分動つなぎで一番最初だっけ そうね、一番最初だよ尻尾をつなぎじゃなくて分動つなぎって最初だよね懐かしいねな,なんか懐かしさを <laughs> じわじわくるね懐かしいのがねこれねタイトルがね布天で刺し子をするってもう今と比べるとね<ー>だいぶ短めのタイトルなんですよだからね初めてした時の動画かなこのほらテンション見てこれちょっと横のアングルでこの。 で「お店の雰囲気も素敵ですハートこのアングルとてもいいです」ってうもうこれだけのコメントなんですけど「<ー>こう分動つなぎ09で」でねこれが皆さんもあのコメントあそっかそうだよねこう僕が僕がこう一覧で見れてるだけで皆さん見れてないのかそっかそっか、まあ、今言ったのでそれを見てもらえると。 この熊野さんね山での08と山でのの01と分動つなぎの09ね見てくださいもう花束なんて188ですから <laughs> 188だからもうこの08とか09とかねまあどの回もあるんでしょうけど0、うん、すごいよ、ね、188すごいやろねだからさっきの「心地いい」じゃないけど「すごい」って言われると。 それはそれで心地いい, <laughs> 嬉しい,いい表現じゃないかもしれないけど「すごい」って言葉は「いい」と捉えてすごいでしょ188「そんなにね」ねいやほんとよそんなにねもうその,の「ね」の「根っていうのにいろんな意味が込められてるけどもそんなにねそです空はもう編み物も始めますよ <laughs> ねっ 皆さん,ん編み物でもしようかになりますよそれはねで忘れた頃に刺し子でも見ようかってなって見たらセーフでした <laughs> セーフでしたってなるんですよ何かいましたよね前ねまだやってましたみたいな <laughs> 終わったかなと思ってコメント見てみたらまだしてましたっていう方もいますそういう人ばっかりですね多分ね 長くやってればねここういういとも聞きます、ね、でもほらさっき昨日店主が昨日店にお客さんが2人ぐらいさしこちゃん見てる人がいたよってさっきねこの動画を撮る前に店主がね教えてくれて「いたよ」うん「ええ」って最後になんとか変な絵を入れて「え <laughs> じゃないやろ」ありがとうでしょ」って、ね。 いけないいいけないもののように言うから電車はあ,あれあ違うかあになんか変な変な変なのがずっと引っ張ってきたねいますよ、ね、長くやってれば少しずつ増えてるんだからちょっとずつねだからそういうあの楽に見れ,れるこう感じで見ていただければいいねでこう 熊野さんですね。ごめんなさい。話し戻して3件メッセージいただきました。コメントね。これ返信しますので。で、動画内でも紹介します。してます。やっぱコメントで返信するのと動画内で紹介されるのはやっぱね。だいぶ気持ちも違うっていうか、嬉しさが違うと思うので。 この動画を熊野さんが見るのがいつになるのかがわかんないけど <laughs> 今どういう状態で見られあれんかおかしいぞどういう状態でこの動画をね最初から見てくださってるのかまあ、飛び飛びなんでねやばんねーのまあでも最初の方を見てる感じですね熊野さんね今この花束で紹介されてることに気づいてないかもしれないね今はね 書いておきますねこの動画で紹介しましたで、以上ですね、あと豚子さんもね、ありがとうございますで、も終わりましょうかね15分ねえっ、ー、と、テンションからお知らせありますえーと来週からダルマスレッドフェアですダルマスレッドね、来週から始まりますねそう、あの、ダルマ の横田株式会社さんから届いた。サンプルがは可愛くて。あ、サンプルが届いてますか。かこのサンプルも来てるので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。刺し子のサンプルも届いてんだ。刺し子のサンプルも、そう、あの。あ、<だ>そうだよね。別にね、いいよね、届いてる、ね。ブログとかに載ってた。まあ、ホームページとかに載ってるようなのがるので。の、うん、お。いいじゃない。そう。で、私が作った。ことない。大判サイズの。大判サイズ。付近のやつとか、着てるので。あ、そうなんですね。はい、面白いです、ね。 それまたあのどっかで始まってから終わってからにしようか終わるぐらいに紹介してる最初に紹介するとさ <laughs> せっかく見に来てくれる人楽しみがなくなるからさねだから例えばこう後半宮崎店とかが終わる,終わ,る終わってからでもいいねと動画を撮っといて出すのを終わってからにする あそうっ、ね、それ確認しといい。てくださいそうですね確かに勝手に勝手にあっ何かちょっとなんか変なんですけどあっちか、ね、その勝手に確認してそのじゃないところ最初に出したら意味がないしそもそも出していいのかもわかんないし出さないかもしれないです <laughs> <laughs> 今いろいろしりましたけどはいじゃあ今日は以上となりますご視聴ありがとうございましたありがとうございました